直接といえば人また都合によって違うと思います。あの相手が同じ会社員だったらやっぱり友達かもしれないからそういうあの社交的な話ともビジネス的な話がするあのまあしてもよろしいですね。しかしあの相手が外の会社員だったらそんなに。 まあ社交的な話は入らないだと思います。会話に入らないだと思います。あのビジネス的な話ばっかりですかね。そういう場合が多いと思いますね。しかし、あの日本人とあの外国人だったら、まあ日本人と外国人が食べに行くとか飲みに行く場合はやっぱり。 ちょっと違うだと思います。外その外国のあのビジネスのやり方の話するかもしれませんけど、それよりもやっぱりその外国のあの生活の話がする。そしたらやっぱりもうちょっと社交的な話だになると思います。まあ、そういう場合が多いだと思いますね。あのということは、日本人と日本人が？ あの出かけに行くと外国人と日本人が大あの出かけに行くのはちょっと違うだと思います。